お元気ですか、ボクシュミです。今回は2024プロ野球チップス第1弾開封動画、3回目でございます。それではね、早速やっていきたいと思います。今回もね、10袋やっていきたいと思います。1回目2回目とね、あの白サインカードがね出ませんでしたからね、あの今度こそね白サインカードまたはラッキーカードをね引きたいと思います。それでは行きたいと思います。まずは、3回目の1袋目でございます。でキラカードが出ましたね、読売ジャイアンツの坂本勇人内野手でございます。で楽天イーグルスの田中将大投手でございます。2袋目でございます。広島東洋カープの森下正人投手でございます。で、これは最多勝と勝率第1位の横浜 GNA ベイスターズ東克樹、投手のカードでございます。3袋目いきたいと思います。読売ジャイアンツの戸郷翔征投手でございます。千葉ロッテマリーンズの岡大海外野手でございます。元ね、日ハムファイターズでございます。4袋目でございます。日本ハムファイターズの加藤貴之投手でございます。で、盗塁王の楽天イーグルス小深田博と内野手でございます。5袋目でございます。阪神タイガースの岡本幸太郎投手でございます。横浜 GNA ベイターズの山崎康明投手でございます。6袋目でございます。最優秀中継ぎの広島東洋カープ島内宗太郎投手でございます。でクライマックスファーストステージ第3戦劇的同点弾を放ったロッテ藤岡選手のカードでございます。7袋目でございます。盗塁王の、福岡ソフトバンクホークスの周東右京内野手のカードでございます。阪神タイガース伊藤将司投手でございます。8袋目でございます。でキラカードが出ました。埼玉西武ライオンズの今井達也投手の吹きなカードでございます。で阪神タイガースの西勇輝投手でございます。9袋目でございます。で小深田博と内野手のねカード2枚目でございます。で日本ハムファイターズの加藤貴之投手2枚目でございます。3回目の10袋目ラストでございます。
天イーグルスの、これ本塁打王の浅村秀人内野手でございます。で最後は中日ドラゴンズの石川昂弥内野手のカードでございました。以上で2024年の、プロ野球チップス第1弾開封動画3回目を終わりたいと思います。今回は平カード2枚の結果で終わりました。なかなかね、今白サインカードが出ないという絶不調でございますけどね、4回目はぜひ、当てていきたいと思っております。なおですね、もうすぐですね、BBM2024 の阪神タイガースのベースボールカードを、届くと思いますのでね、前編後編に分けて、開封動画として上げていきますので、ね、興味のある方はぜひ見に来てください。また、サブチャンネル僕の料理チャンネルでは、毎週水曜日には、試食動画もやっております。普段は夕飯動画を上げております。でごくね気が向いたら、チョコボールチャレンジと言いまして、くちばしのところに、金か銀のエンゼルマークが出るところを、ね、目指してやっていっています。で、サブチャンネル僕の趣味チャンネルじゃなくて料理チャンネル 僕の料理チャンネルをよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。